ゆるく楽しむプログラミングと電子工作。電子工作の超基本のパーツ、ブレッドボードを紹介します。電子工作を楽しむための基本にして重要なパーツです。このチャンネルではマイコンを使った電子工作を進めています。マイコンがなくても電子工作は楽しめますが、マイコンがあればより高度なことがより簡単に実現できます。マイコンボードにはいろいろな形状、機能のものがありますが、マイコンボードでできることは究極的にはスイッチのオン、オフだけです。マイコンボードの端子をプラスかマイナスに変化させることができます。それで何ができるのか、分かりやすい例として、端子につないだ LED を点滅する L 字化が用いられます。小学校の理科では電球やモーターが使われますが、光ったり動いたりで目に見える変化は理解しやすいですから、マイコンボードがオン、オフできる電源は容量が小さく、消費電力の大きい電球やモーターを直接動かすことはできないので、消費電力の小さい LED を使用します。マイコンボードはスイッチを操作するだけなので、実際に操作する対象が必要です。ガジェットが複数の部品で構成されている場合には、部品同士を結線する必要がありますが、理科の実験のようにワニ口クリップでつないで行うには無理があります。複雑な電子回路は配線盤に部品をハンダ付けして作成しますが、毎回ハンダ付けするのは大変なので、電子回路の形成が簡単に行えるブレッドボードを利用します。ブレッドボードの中身は電子部品を挟み込むクリップを連ねた金属板で構成されています。裏側から見ると分かりやすいですが、部品を挟む縦列と電源を挟む横列で構成されています。例えば LED を点灯する回路はこのように構成されます。中のクリップを取り出した状態と並べてみると分かりやすいと思います。見ての通りで、クリップの精度と耐久性がブレッドボードの品質になります。あまりに安いブレッドボードは精度が悪く耐久性がないので、接触不良が起こりやすくなります。ブレッドボードの接触不良はうまく動作しない原因がわからなくて苦労することになります。電子工作の基本パーツになりますので、あまりに安いブレッドボードは避けた方が無難です。ブレッドボードはサイズも値段もピンキリですが、おすすめはサンハヤト SAD101 です。サンハヤトは古くから電子工作関連製品を販売している日本のメーカーです。サンハヤト、ジャンプワイヤキット、SKS100 と合わせての使用がおすすめです。 SAD101 は普通のブレッドボードより縦の穴数が多く、余裕を持って回路を組むことができます。縦横に合体して拡張することもできるので、大きな回路にも対応できます。ジャンプワイヤ SKS100 は0から9穴間隔の長さで、抵抗のカラーコードと同じ色になっています。ダイソーのピルケースに整理して入れておくと探しやすくて便利です。ダイオードや抵抗などのリードの長いパーツはリードを適当な長さに切って使用します。リードが長いまま使用するとショートなどで誤動作の原因になります。リードを切るのをもったいなく感じるかもしれませんが、普通のカーボン抵抗は1個1円くらいですし、何度も使用できます。秋月電子では100個入り100円で売ってますから、1袋買えば数年、もしかしたら一生困りません。リードを切った抵抗やコンデンサも抵抗値を書いたピルケースに入れておくと取り出しやすくて便利です。タクトスイッチはブレッドボードに刺さりにくいですから、ピンヘッダーをつけてブレッドボード用にしておくと便利です。マイコンボードとブレッドボードに作成した電子回路を接続して電子回路を操作できます。 LED 数個を操作してもだから何な感じですが、 LED がもっと多いと点滅するだけで楽しいガジェットになります。センサーやモーター、ディスプレイや無線を使えばできることはもっと広がります。
電子部品をつなげて回路を作る。ある意味、やっていることは電子ブロックと同じですが、電子ブロックより安くて、部品も拡張し放題です。ブレッドボードは安価な電子ブロックのようなものですね。以上、電子工作の必需品、ブレッドボードの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。